お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、ラジオ終わりました。終わりましたね。そしてこのテイルズプラスも最終回です。はい。なのでゲスト神谷さん。いやだって僕全然知らなかったんですよ。こんなことが行われているなんて。だってさ、私とおみちゃんより鼻大きいんだよ。大きいですね。大きい鼻をいただいてしまいました。番組終わった後にね。綺麗ですよ。ほら見てください皆さん、ね。どうでしたかこの半年。いかがでした。いかがでした。俺、僕はなんかね、耐え忍ぶ半年間でしたよ。まあなんかすっげー影のように、はい、なんか面白いこと言ってるなと思いながら、こうやって外でニコニコしながらこう。見てなかったりとか見てたりとかしたり、見てなかったりでもちゃんと時給250円。そうなんですよ。みんな聞いてください。時給250円っておかしいでしょ。しかも1回とちったら50円とか引かれるんですよ。しかも先週の吉住さん、まあ神谷君あちこち間違えて読んでましたけどそんなこと言っていいと思ってるんですか。苦戦したことはないですか。なんかね、え、知ってるか、するわけがないじゃないですか、この僕が。おかしいですね。調査した限りではですね、なんか、エトニアの時に苦戦した気がする。いや、もう、いや、ね、その僕の品を貶めるようなことを、その、偉い人が、あの人は、その、なんか、ダメとね、間違って読むとかっていうことを、その、偉い人が、公の場で言うのはどうなんですか。吉住さんだからいいの。あ、偉い人だからね。偉くなろう、私たち。そうだ。そう、やっぱ人を使う立場にならなきゃダメだってことですよ。一生頭下げながら頑張ろうよ。ガチャッと開けて入ってきちゃうよ。そうそう、怖いからね。はい、でもそう楽しかったですよ。はい。お二人はどうでした。楽しかったです。すごい、すごいちゃんとこう喋るっていうのも。不思議な喋りじゃないですか、うん、ラジオでゴーンって決まってて喋るのじゃない感じで、本当にフリーで好きに好きなこと言ってすいません喋らせていただいてたんですごい、うん、楽しかった。みこさんはダラダラしててすいませんあーとか言っちゃった。むやみにね、うわーってやらないでも怒られなかった。なんかお題だけもらっていつも勝手に喋ってたんだよね。すいません。お見苦しい点もあったかと思います。すいません。気苦しい読みと。すごい反省会ね。反省会ね。またでもみんな一緒にやれるといいななんて思っております。はい。テイルズプラスも最後まで見てくれてどうもありがとうございます。ありがとうございました。またどこかで会いましょう。会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。だらだら。バイバーイ。終わり。